エデンの日本の経験。初めての日本の旅行は2年前でした。その時は2週間小松という町でホームステイをしました。家族が4人いました。妹とボーリングをしたり、プリクラという写真を撮ったりしました。そして犬がいたんです。今年の夏に留学のグループで神戸に行ったけど、ホームステイをしなかったんです。神戸ディアスに泊まりました。ホテルのようなところです。神戸ディアスにはいろいろな人が来ました。時々英語が話さない人が来て、同じ部屋に住んでいました。オーストラリア人と晩ご飯を食べていました。部屋はとても小さいのに楽でした。日本の夏はとても暑いから、エアコンをいつもつけてありました。サトシという大学生は、神戸ディアスで働きながら住んでいました。サトシさんは時々食べ物を料理してくれました。よくコンビニで買った食べ物を食べました。毎日8時の電車に乗って、三宮という駅に行きました。神戸は大きいなと思っていました。そして YMCA に歩いて行きました。でも神戸は大きいのでよく道を間違えました。ある日クラスに遅れてしまったんです。YMCA で日本語を勉強していました。毎日違う先生が来ました。それに私のクラスは4人しかいました。2人は神戸に住んでいる外国人でした。ホームステイの家族がいないけど、アンドルさんが神戸ディアスにいました。イギリス人で日本人と結婚しています。ある日、私とアンドルさんはバーバラという神戸ディアスに泊まる友達と一緒に違い居酒屋で晩ご飯を食べてビールとお酒を飲みました。友達と京都や動物園や姫路城へ行きました。姫路城は今空いていませんが、夏は空いていたので入れました。王子動物園でパンダが見られますよ。怖かったの。京都でいろいろな神社を見たけど、たくさん雨に降られました。日本に家族がいないから悪い食べ物を毎日食べてしまいました。神戸にたくさんおいしいパン屋があります。旅行の後でちょっと太ってしまいました。もちろん神戸の有名な牛肉を食べてみました。おいしかった。でも高すぎます。神戸は面白くて素敵な街でした。皆さんもぜひ行ってください。